ラブユアセルフテンティアーは韓国の男性アイドルグループ防弾少年団の3枚目のフルアルバムである。2018年5月18日にイリバーから発売された。アジア県出身としては初めてビルボード200で1位を獲得した。ラブユアセルフシリーズの第3弾目となる作品で前作ラブユアセルフショーハーに続く2作目のアルバム。韓国国内での売り上げは 14日間で166万枚を記録。またアルバムはビルボード200で1位。タイトル曲フェイクラブはビルボードホット100で第10位を記録した。アジア圏出身のアーティストがビルボード200で1位を獲得するのは初めてであり、英語ではない外国語のアルバムが1位を獲得するのは12年ぶりであった。ビルボードによると売り上げは13万5000ユニットで、 そのうち10万枚が CD などのフィジカルセールスで、残りが主にストリーミングセールスである。それまでアルバムのプロモーション活動は韓国から行われていたが、ラブユーアセルフテンティア10ではアメリカからプロモーションを開始。タイトル曲、Fake Love は、ビルボードミュージックアワード2018の受賞式で初披露された。韓国国内でのプロモーションは渡米後に行われた。 2018年4月16日、ユーフォリア、テーマオブラブユアセルフキワンダーと題したショートフィルムが公開された。これは、ラブユアセルフシリーズの気象点結の期にあたる作品である。映像では、ジョングクがソロで歌う楽曲が使用されているが、本アルバムには収録されていない。2015年の歌謡年歌シリーズの際にも、歌謡年歌 p t 2の発売前に、 火曜年間オンステージ、プロローグと題したショートフィルムが公開されている。また、キーワンダーでは、アイニードユーのミュージックビデオや、プロローグと同じロケ地で撮影されたシーンがある。キーワンダーは、ラブユアセルフシリーズの開始点であり、以前のシリーズとの交差点である。BTS のシリーズものはべて延長線上にある、成長ストーリーであると説明されている。4月17日に、 3枚目の正規アルバム w a s e l f ティ t r を発売することが発表された。またアルバムの発売日は5月18日金曜日であることが明かされた。4月末予約枚数が144万枚を突破し、また米アマゾンの予約ランキングでは8日間1位を獲得した。5月18日新曲とミュージックビデオが公開された。ミュージックビデオは 約5時間で1000万回再生を達成し、約9日で1億回再生を記録した。どちらも DNA で自身が持つ韓国最高記録を更新した。アルバムは初週で100万枚を販売。2018年6月までに170万枚以上を売り上げている。そして2018年6月2日付のビルボード200で3週連続1位を獲得していたポストマローン。 ビルバングスベントリーズを抑えて1位を獲得。K-POP 歌手としては、もちろんアジアの歌手として初となる快挙だった。これを受けて、ムンジェイン大統領はツイッターに、7人のメンバーそれぞれが自身が何者なのか、どのように生きていきたいのかを歌に込め、地域と言語、文化と制度を飛び越えたと投稿して称えた。またビルボードホット100では10位にランクインし、 トップ10位を果たした。これは、サイのコーナンスタイルと2013年のジェントルマンに次ぐ記録である。日本では前作同様プロモーションは行われなかったが、オリコンチャート週間ランキングで最高3位を獲得し、初週約4.4万枚、翌週12.3万枚を売り上げ、累積で16.7万枚を売り上げた。 5月28日付週間デジタルアルバムランキングでは1位を獲得した。8月にはゴールド認定を受けた。カムバック発ステージはビルボードミュージックアワード2018で行われた。同時賞式でトップソーシャルアーティスト賞にノミネートされていたためである。このステージはネットで生中継された。また2017年11月に続きエレンの部屋、 デートにショーウィズ・ジェームズ・コーデンに出演し、パフォーマンスを披露した。アメリカでの約1週間のプロモーションを終えた後に、韓国に帰国し、本格的に国内カムバック活動を開始した。6月に韓国で行われた、ウルトラミュージックフェスティバルに出演した Z が、フェイクラブのリミックス版を披露した。w a s e l f t e a r は、複数の音楽評論家から肯定的な評価を、 与えられた。デビュー集計サイトメトクリティックでは、100点満点中74点を受け、おおむね好意的な評価を与えられた。オールミュージックは4つ星、ガーディアンは3つ星、ローリングストーンには3.5星を与えた。サウスチャイナモーニングポスト、ザ・コリア・ヘラルドなど、アジア系メディアもアルバムを好意的に取り上げた。コンセプトについて RM は、前作では、 恋のときめきを表現したが、今回は嘘の恋が別れを迎えるという内容を盛り込んだ。結局、自分を愛することがすべての愛の鍵となると説明した。カムバックトレーラーであるイントロ曲シンギュラリティは V のソロ曲。ネオソウルをベースにした R&B ジャンルの曲で RM が作詞を担当した。無垢で精錬なイメージだった自民のセレンディピティとは異なり、 妖艶で無限的な仕上がりになっている。タイトル曲 Fake Love ではグランジロックを取り入れ運命だと思った恋が偽物だったことに気づいた悲しみを表現した。後日 Fake Love ロックアレンジバージョンも公開されている。134,340はハウスのリズムを活かしたヒップホップソング。タイトルの134,340とは 惑星から小惑星134,340へ再分類された冥王星のことを指す。マジックショップはジョン・グクのプロデュース作品。ジョン・グクの作品がアルバムに入るのは火曜年カパート1のラブイズノットオーバー以来である。これはユーネバーウォークアロー a に収録された1、二、三と同じくファンソングとなっており RM がコンサートや ファンミーティングで話したことをベースに制作された。エアプレーンパートには j イホープのミックステープホープワールドの収録曲、エアプレーンの続編にあたる楽曲である。作曲にはカミラ・カベロのハバナを手掛けたアリ・タンポジが参加。ラテンのリズムに乗せてメンバーたちがスタンドマイクを使ったパフォーマンスを披露する。アンパンマンはアンパンマンのことであり、歌詞にも アンパンマンという単語が登場する。アンパンマンは空腹の時に顔を与えてくれるのみで、特別な超能力はないが、長い時間を共に過ごしてくれるヒーローであると解釈し、その姿を彼ら自身に例え、世界のヒーローではないが、君のヒーローであると歌った曲である。このアルバムを制作していた頃、BTS メンバーは、様々なプレジャーとストレスにさらされ、 解散まで検討していたといい、このアルバムにはそんな彼らの心境が反映されている。メンバーの菅はこのアルバムの最後のトラック、アウトロー、ティアーについて、ティアーの歌詞はメンバーのために書きました。メロディーを書きながら解散すべきなのか深く考えていました。僕がメンバーにこの曲を聴かせたときはみんなで一緒に泣きました。とドキュメンタリー映画の中で語っている。 ありがとうございます。